ユニオン鉄鋼所はかつて存在したアメリカ合衆国の造船会社。カリフォルニア州サンフランシスコに所在した。アメリカ海軍向けの艦艇を多数建造したが、その中には1891年に寄港した戦艦オレゴン、1902年の潜水艦グランパス、1903年のパイクなどが含まれる。アイルランドからの移民であるピーターとジェームズのドナヒュー。 兄弟が1849年にサンフランシスコの市場の南にユニオン鉄鋼所を創設した。最高器具や鉄道、農業機材の生産を行った後、I.M. スコットに率いられたユニオン鉄鋼所は造船業に参入し、ポットレロポイントに移転した。ポットレロの造船所は、アメリカ合衆国における最長の式業が保有する造船所であった。同社はまた、 サンフランシスコ湾を横切った位置にアラメダ造船所も保有した。1885年にユニオン鉄鋼所は西海岸における最初の鉄製船体を持つ船であるアラゴを浸水させた。アラゴに使用された鉱材は太平洋圧縁機から供給された。1886年には100万ドルで巡洋艦の建造契約を受注した。 チャールストンは18ヶ月で完成した。アラゴが完成した1884年から1902年まで、ユニオン鉄工所は75隻の海軍艦艇を建造し、その中には、米西戦争で活躍した巡洋艦オリンピアや戦艦オレゴンも含まれた。オレゴン1896年、ワシントン州ブレマートン。1892年の記録では、 1200人から1500人が雇用され、年少200万から400万ドルの売上があったと、される。20世紀に入るとその敷地と雇用は倍増した。雇用者数は3500人に上った。造船所は、電気、圧縮空気、蒸気、水力、石炭あるいはガスによる火力と、様々な動力を使用した。1902年に、ユニオン鉄鋼所は、 ユナイテッドステーツ造船株式会社に吸収合併された。1905年には40エーカーの造船所全体をベスレヘム造船が100万ドルで買収した。チャールズ・エム・シュワブは買収のオークションが行われている、相場20番街のユニオン鉄工所のオフィスビルで建っていた。シュワブはただ一人の入札者であった。シュワブはユナイテッドステーツ造船の終焉を巧みに 実行したとみなされた。それが事実であったとしてもなかったとしても、彼は、同社の崩壊から利益を得ることができた。買収後は、ベスレヘムスチールの造船部門として、軍艦と商船の両方を建造した。1908年、ベスレヘム造船は、サンフランシスコのハンターズポイント造船所を買収した。1913年に建設されたベスレヘム造船の、オフィス。 ありがとうございます。